こんにちは、日野です。今回から僕自身がね、いろいろ使ってる健康グッズとか健康の、まあ、商品とかそういったものをですね、こうざっくばらんにお届けしていければなと思います。で、メルマガとかでこういろいろ商品もね、ご紹介したり、こういうのがありますっていうことはお伝えしてると思うんですけれども、メルマガって文章ですよね。だからそれだとどうしてもイメージがしづらいなと思われている方もいらっしゃると思うんですね。ですから、実際こう映像で見たら、あ、どういうものかっていうのがやはり一発でわかると思うんですよ。で、そういうのもそういう意図もありまして、映像でもね、これからお伝えしていこうと思います。店の宣伝もね、こう若干含んだりしてしまうかもしれないんですけれども、まあ、純粋に僕自身が使っていいというもの、あ、これは好きだなと、いいなっていうものしか、まあ、ご紹介しませんので、少しこう参考にしていただければありがたいなと思います。で、今日はですね、水素について少しだけね、簡単にご紹介したいと思うんですけれども、水素がいいっていうのは昔から、ここ最近特に言われてると思うんですね。で、僕自身は5、6年前かもう少し前ぐらいに、針山茂雄先生という方が書籍でね、水素がいいということを言われてて初めて知ったんですけれども、その針山茂雄先生自身がやはりこう70代にもかかわらず体内年齢が28歳ということで、すごいなということで、あの、びっくりしてね、これはやっぱ水素ってすごいんじゃないかなっていうことがきっかけでした。で、それから、まあ、純粋に素直に、ね、信じて水素水をね、それから取り出して5、6年かもうちょっとなると思うんですけど、それぐらいになります。で、やっぱ実際いいなと感じています。水素水を継続するっていうのはすごくいいと思いますし、水素の生成器っていうのもいろいろ出てますのでね、その中で選んでいただく。で、水素の基準としては 1.6ppm っていうのが一応飽和水素ですから、それ以上自然界では含む水素っていうのはないわけですよね。だ、それ以上の水素が含まれている場合は、やはりその高圧化にするとか、何らかの力を加え、圧をかなり加えて、そういう状況にしてると、 1.6ppm 以上にしてるっていうのはあるんですけど、だいたい 1.0 前後であれば十分な水素量と思っていただいていいと思います。で、まあ、その基準値を参考にしながら選んでいただければいいんじゃないかなと思います。で、水素水に関してはいろいろあるんですけど、携帯用のとかすごく便利で、僕自身はこのポケットっていうね、水素の発生器、小型の水素発生器を使ったりしてるんですけれど、出かけるときにすごく便利なんですよ。水素生成器で作っちゃうと、やはり時間とともに抜けていきやすいっていうのがあって、アルミ缶とかそういうのにするとまだいいんですけれども、ただこれだと、まあ、作りながら10分でね、こう生成ポンと今押したんですけど、ランプがついて水素がこれじわーっと出てきてるんですけど、ちょっと見にくいと思うんですけどね、一応水素が作れると。で、10分間ぐらいで水素ができて、まあ、十分な水素量が入って、それをまあすぐ飲んでやっていけばいいんじゃないかっていうことで、まあ、携帯にすごく便利な水素のポケットっていう、こういうのがあります。だから僕自身はよく利用しています、というか毎日持っていってるんですけど。で、それともう一つは水素カプセルっていうのがやはりいいなと最近実感してて、水素のカプセル、これを、カプセルで取って体内で持続させて、水素がずっと出てる状態、ずっとっていうか、まあ1日とか24時間とか36時間ぐらいなんですけれども、そういう状態にすることで、まあ、水素の漏れがないわけですよね。体内に入れとけば体内の状態をどんどん修復していってくれる。で、活性酸素、特に悪玉って言われるヒドロキシルラジカルっていう活性酸素を消去してくれると、水素がね、そして無害な水に変えて流していってくれるっていうことですので、水素っていうのは基本的に副作用っていうのも言われてないですし、取れば取るほどいいんじゃないかっていう、まあ、取りすぎっていうことはまずないと思うんですね。だから普段からできるだけ意識して何らかの形で水素を取り入れるっていうのはすごくこれはいいんじゃないかなと思うんですね。で、いろいろ臨床データとか、どんどんこう、病気のその病気に対してデータとかも今取られてきてますよね。心筋梗塞、脳梗塞を予防する力があるんじゃないかとか、まあ、いろいろ言われてますので、まあ、治るっていうことは言えませんけれども、ただ体調を、ね、元に戻すっていう意味でこの水素っていうのは非常にいいんじゃないかなと
思います。で、実際僕自身も体感してて、カプセルっていうのは最近すごいなと感じてるんですけど、うちで扱ってるのはこういう、ミリオンパワー水素カプセルっていうものなんですけども、これだと 1.0 から 1.0 以上ぐらいの 1.0ppm ぐらいの水素が発生し続けるということで、カプセルになってるんですけど、それを取ることで特に回復力がすごいですね。疲れた時とか風の引きかけとか風気味の時に取っていただくと、本当にこうすぐ一晩寝たらすっきりするとかいうことが何度かありましたので、これはいいなと感じています。で、お酒とか飲む方であれば、お酒を飲む前にこの水素を取っておいたり、まあ、飲んでからでもですね、これしっかり取ると回復がすごく早いと、まあ、僕自身も何度かそういうことが飲んだ時なんかにこれ飲んどくとすごく楽だなっていうのを実感しています。で、カプセル、こういうカプセルですので、まあ、これをちょっとね今飲んでみますけど、ただこうやって口に含んでっていうね、水で飲むだけということですので非常に便利なんですね。ぜひこういう形で、まあ、水素っていうのを取っていただくと、より若返ってね、より美しくなれるんじゃないかなと思います。ぜひ活用してみてください。今回は以上になります。ありがとうございます。